さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。43回目の今回は、特徴的な投球フォームで、長年メジャーを渡り歩いた選手の解説になるよ。その選手とは、日本では近鉄に5年間在籍していた、野茂英雄選手だよ。トルネード投法で名を馳せた野茂投手、一体どんな選手だったのか、早速解説始めていくよ。野茂英雄、1968年8月31日生まれの52歳。大阪府大阪市出身の元プロ野球選手だよ。トルネード投法と呼ばれる、独特なフォームから繰り出されるフォークなどで、三振を量産し、NPB と MLB で活躍したよ。小中学校時代は全くの無名選手であったが、体をひねって投げると直球の威力が増すと理解し、後のトルネード投法の原型となるフォームで投げていたよ。高校時代の監督は、その投法を振り返り、トルネードほどひねらないが、その片鱗を感じたという意味で、つむじ風投法と名付けたよ。近大附属など、名門野球部のセレクションをいくつか受けるも、不合格となり、大阪府立成城工業高等学校に進学するよ。高校では2年生からエースとなり、1985年7月19日に、全国高等学校野球選手権大阪大会2回戦の、大阪府立小の高等学校戦で完全試合を達成。3年時派ベスト16進出などの成績を残すよ。高校卒業時にすでにプロから誘いがあったが、新日本製鉄栄へ入社。新日鉄科学での当時の給料は額面で、11万9千円、手取りでは9万円ほどだよ。新日鉄栄での1年目には、スライダーを習得できなかったため、最大の武器となるフォークボールを習得。2年目にはチームを都市対抗野球大会に導き、日本代表に選出されるよ。1988年のソウルオリンピックでは、銀メダル獲得に貢献しているよ。名実ともに、アマチュアナンバーワン投手となった進路が、注目される中で行われた1989年の NPB ドラフトでは、史上最多の8球団から1位指名を受け、抽選の結果、近鉄が交渉権を獲得したよ。推定契約金は史上初の1億円台となる、1億2000万円、推定年俸は1200万円で、契約時に投球フォームを変更しないという、条項が付け加えられたよ。1990年4月10日の西武戦でプロ初登板。その後勝利のつかない試合が続くが、4月29日のオリックス戦で、日本タイ記録の1試合17奪三振を記録し、関東でプロ初勝利を挙げたよ。同年は新人ながら最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率と投手4冠を独占したほか、ベストナイン、新人王、沢村賞、MVP にも輝き、パリーグの投手が沢村賞の選考対象となったのは1989年からで、野茂はパリーグからの受賞第1号となったよ。奪三振に関しては、シーズン2桁奪三振試合21回、5試合連続2桁奪三振など従来の記録を次々に更新し、ドクター系の異名にたがわぬ活躍を見せるよ。1991年には、自身の記録を塗り替える、6試合連続2桁奪三振を記録したほか、1993年にも5試合連続2桁奪三振を記録。同時に、1990年から1993年にかけ、史上初の新人年からの、4年連続最多勝と最多奪三振のタイトル同時獲得を達成。1991年のオールスターゲームでは、第1戦に前波の先発投手としてマウンドに上がり、先頭打者の立浪をはじめ奪三振6を記録するよ。第2戦では秋山が自打球で負傷退場し、他に野手がいなかったため、代打で出場。結果は見逃し三振だったが、秋山がすでに2ストライクだったため、記録上は秋山の三振。この時オリックスの中島のヘルメットをかぶって打席に立ったよ。1994年は開幕戦の西武戦で、4回までに11奪三振、8回まで無安打に抑えたが、リリーフした赤堀が伊藤に、逆転サヨナラ満塁本塁打を浴びて敗戦。7月1日の西武戦では、1試合16四死球の日本記録を作ったが、191球を投げて3失点完投勝利を挙げたよ。しかし、右肩痛のためシーズン途中で戦線を離脱し、最多勝と最多奪三振の連続記録も途切れたよ。1994年の契約公開では複数年契約と、壇野村を代理人とした代理人交渉制度を希望したが、球団は肩を故障して、シーズン後半を棒に振ったことを理由に拒否。この際球団は、君はもう近鉄の顔ではないと言い放ったとされているよ。球団社長はマスコミに、年俸をもっとよこせ、ということでしょうと述べ、要求はあくまで、年俸釣り上げのための口実であり、次の公開ではサインするでしょう、と楽観視していたよ。これに対し野茂は、お金の問題じゃないんですと反論したが、この一連の動きに対しては、マスコミも近鉄の意見に同調し、次第に孤立していったよ。
さらに仰木監督時代から、球団に対して様々な不満があったことを語っているよ。開幕投手であるにもかかわらず、球団関係者に、本社の人間が来るので車を動かすよう要求されたそうだよ。観客動員が増えることで収入が増え、優勝したら、その分年俸を上げなくてはいけなくなるため、契約更改の席で、熾烈な優勝争いをして2位に終わるのが一番、と言われたそうだよ。そして4年連続最多勝のシーズンオフに、現状維持の年俸を提示されたよ。球団は野茂が、近鉄でプレーする意思を表明しない限り、トレードや自由契約ではなく任意引退として扱おうとしたそうだよ。自由契約にならない限り、他球団でのプレーはできないためであるが、これがメジャーリーグへの挑戦を決意する、5つ目の理由となったよ。代理人の段野村は、野茂は当初からメジャー移籍を模索しており、近鉄球団から、任意引退を引き出したのは作戦であったと、後に明かしているよ。もう一つの理由は、同じ投手出身の監督、鈴木との確執で、野茂は近鉄への入団条件に、投球フォームの改造をしないことを挙げていたよ。当時の監督の扇はこれを快諾し、調整方法も本人に任せたため、野茂は扇を信頼して尊敬するようになったよ。これに関してはメジャー在籍時の晩年に、自分を信頼してくれた扇さんを胴上げするために、チームに貢献しようと頑張っていたが、扇さんが監督を辞められたことで、その気持ちは薄れてしまった、と語っているよ。さらに、1993年に監督に就任した鈴木は、自身が主に先発で317勝という、実績を上げた投手出身ということもあってか、フォームや調整法など様々なことに関して干渉したよ。また選手指導としても、厳しい姿勢を見せつけていたよ。例として、野茂は開幕戦で調子が整えば、それでいいという考え方で開幕前はスロー調整であったが、鈴木はオープン戦から結果を要求していたそうだよ。立花とのマンツーマン指導で、遠投など自己流でスタミナを作っていたが、鈴木はひたすら走り込むことを要求し、出は一体何周走ればいいんですか?と問うと鈴木は、何周とかと違う。野球選手はひたすら走るもんなんや、と持論を押し通したそうだよ。近鉄投手陣は立花に信頼を寄せていたが、立花が鈴木の冷遇によって、1993年に近鉄を退団したため、投手陣の反発を買うこととなったよ。監督就任直後、鈴木はラジオ番組への出演時に、野茂について、三振は取るが死球が多すぎる。フォームを改造しなければ、今のフォームではいずれ通用しなくなる。その時に私に頭を下げて来られるかどうかだ、と野茂の制球力の悪さに不満を持ち、完全に野茂のフォームを否定していたそうだよ。こうした指導法が元で、鈴木と対立するようになり、近鉄退団を決意する2つ目の理由になったよ。当時の元チームメイトだった金村は、著書、勝てる監督、負けるボスで、野茂の僕は、別にどうしてもメジャーでやりたかったわけじゃない。ただ、あの監督の元で流行れないと思った、それだけなんです、という発言を紹介しているよ。これらの要因が重なった結果、野茂は近鉄を退団し、メジャーリーグに挑戦することとなったよ。自由契約ではなく任意引退扱いなので、日本プロ野球界に帰った場合、近鉄に保有権があることになったよ。当時の野球協約68条第2項には、全保有選手は、他の球団と選手契約に関する交渉を行い、また他の球団のために試合あるいは合同練習など、すべての野球活動をすることは禁止される、となっていたが、任意引退前にコミッショナー事務局から、任意引退による球団の保有権か、外国の球団にまで及ばないことの言及を得ていたため、メジャー球団と契約することが可能になったよ。なお、近鉄は、2004年にオリックスと合併したため、保有権はオリックスに移行したと解釈されているよ。1995年2月13日に、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶよ。契約金200万ドル、年俸は近鉄時代の1億4000万円から、わずか980万円になったよ。背番号16は、親交のあったトンネルズの石橋が、映画、メジャーリーグ2で、日本人選手役として、つけていた背番号であることから選んだそうだよ。野茂が渡米した当時の MLB は、前年からの長期ストライキで、1995年シーズンの開始が1ヶ月近く遅れていたものの、5月2日のジャイアンツ戦で、メジャーデビューを果たし、村上以来30年ぶり2人目の、日本人メジャーリーガーとなったよ。7日にアジア人初の犠打を記録。6月2日のメッツ戦で、メジャー初勝利を挙げ、14日のパイレーツ戦で、球団新人最多記録の16奪三振を記録し、24日のジャイアンツ戦では、日本人メジャーリーガー史上初の、完封勝利を記録。29日のロッキーズ戦までで、サンディ・コーファックスを抜いての、球団新記録となる4試合での50奪三振を達成。同月はアジア人初の、ピッチャーオブザマンスを獲得し、50と3分の1イニングを投げ、2完封を含む6勝0敗、防御率 0.89 の好成績を残すよ。
また7月5日に、アジア人初の得点を記録するよ。前半戦を13試合の登板で6勝1敗、防御率 1.99 の好成績で折り返し、オールスターゲームに初選出されて、先発投手を務め、2イニングを1安打無失点に抑えたよ。8月5日にはアジア人初の打点を記録したよ。8月10日には自身が先発した試合が没収試合になり、メジャーリーグで没収試合を経験した、初の日本人ともなったよ。9月12日にはアジア人初の義肥を記録。後半戦も15試合の登板で7勝5敗、防御率 3.03 の成績を残し、シーズン通算で13勝6敗、グレッグ・マダックスに次ぐ、リーグ2位の防御率 2.54、236奪三振、リーグ最多の三冠風を記録して、アジア人初の最多奪三振のタイトルを獲得し、チームの7年ぶりの地区優勝に貢献。そして日米で、ノモマニアという言葉が生まれるほどの人気を誇ったよ。また、実況はあまりにもノモが三振を取ってしまうことから、彼が三振を取るたびに日本語で、三振と発言していたそうだよ。レッズとのディビジョンシリーズでは、第3戦に先発したが、6回途中5失点で降板して敗戦投手となり、チームも3連敗で敗退したよ。新人王の投票ではチッパー・ジョーンズを抑えて、アジア人初の受賞をし、サイ・ヤング賞の投票でも4位に入ったよ。1996年のスプリングトレーニング中に、3年430万ドルで契約を延長。4月13日の、マーリンズ戦では、コーファックスに次ぐ、球団史上2位となる17奪三振を記録し、完投勝利を挙げたよ。30日には、アジア人初の始球で出塁を記録。6月9日にアジア人初の二塁打を打ったよ。7月5日のロッキーズ戦では、8回5安打1失点の投球で、日米通算100勝を達成。9月1日のフィリーズ戦で、メジャー史上3人目となる、1年目から2年連続200奪三振を達成。17日のロッキーズ戦では、雨で試合開始が2時間遅れたが、途中3回からトルネードを封印し、セットポジションに終始した投球で、アジア人初のノーヒットノーランを達成したよ。この月には、自身2度目となるピッチャーオブザマンスも獲得したよ。後半戦は15試合の登板で7勝4敗、防御率 2.84 と好調を維持し、最終的にチーム最多の16勝をマークしたよ。1997年4月25日のマーリンズ戦では、ドワイト・グッデンの記録を更新して、当時のメジャー最速記録となる、444回3分の2での500奪三振を達成。8月28日のアスレチックス戦でも、グッデンに続きメジャー史上2人目となる、新人年から3年連続の200奪三振を達成したよ。前半戦は18試合の登板で8勝7敗、防御率 3.81 の成績で折り返すが、7月26日のフィリーズ戦で、打球を右肘に受けて退場、打撲と診断されるよ。故障者リスト入りすることなく復帰したが、後半戦は15試合の登板で6勝5敗、防御率 4.81 と不調に陥るよ。最終的にリーグ4位の奪三振数を記録するも、チームはポストシーズン進出を逃すよ。またオフには、6月から張りがあったという右肘の、有利軟骨除去手術を受けたよ。1998年は例年よりも1ヶ月早く、ロサンゼルス入りし、トレーニングを開始。スプリングトレーニングでは、球速が146キロまで回復するなど、球威はあったが制球が悪く、計21回を投げ自責点19と、開幕に不安を残したよ。4月3日のレッズ戦では、メジャー自己最多となる7連続奪三振を記録したが、18日のカブス戦では、3分の2回を8失点で降板。メジャー通算100先発となった、28日のブルワーズ戦の7回には、アジア人メジャーリーガー初本塁打を記録し、通算45勝目をマークするも、5月9日のマーリンズ戦では、右手中指のフェイクネイルの圧迫による痛みを訴え、途中降板。5月まで12試合の登板で2勝7敗、防御率 5.05 と不調。6月1日に退団の意思を示し、4日にトレードでメッツに移籍。7月に3連勝を記録したものの、1試合のリリーフ登板を含む17試合に登板し、4勝5敗、防御率 4.82 の成績で、シーズン通算では6勝12敗、防御率 4.92 に終わったよ。1999年1月18日に、1年292万5000ドルでメッツと再契約。しかし、3月24日に40人枠から外れ、3月30日に放出されたよ。4月1日にカブスとマイナー契約を結び、3A 級のアイオワカブスに配属されたが、3試合に先発しただけで自由契約となったよ。4月29日にブルワーズと1年25万ドルで契約。AA 級のハンツビルスターズに配属されたよ。調整登板で1試合を7イニング無失点に抑えると、5月9日にメジャー昇格。6月5日にアジア人初の三塁打を打ったよ。前半戦を13試合の登板で、7勝2敗、防御率 3.95 の成績で折り返すよ。
9月8日のダイヤモンドバックス戦では、ロジャー・クレメンス、グッデンに次ぎ、メジャー史上3番目のスピード記録となる、147試合目での、メジャー通算1000奪三振を達成。後半戦は15試合の登板で5勝6敗、防御率 5.06 と調子を落としたものの、最終的にチーム最多の12勝を挙げたよ。2000年1月22日にタイガースと、年俸125万ドル、プラス出来高225万ドルの1年契約を結ぶよ。4月3日のアスレチックス戦では、日本人初の開幕投手を務め、7回3安打3本塁打3失点で勝利投手となったよ。前半戦は20試合の登板で3勝7敗、防御率 4.74 の成績で折り返し、8月に右手中指の炎症で初の故障者リスト入り。18日のアスレチックス戦で復帰し、5勝目を挙げたよ。2000年12月15日に、レッドソックスと年俸325万ドル、プラス出来高75万ドルの1年契約を結んだよ。2001年4月4日のオリオールズ戦では、電気系統の故障で試合開始が遅れた中、2度目のノーヒットノーランを達成。レッドソックスの投手としては、1965年9月16日にデイモアヘッドがインディアンス戦で達成して以来、実に約35年半ぶり、13人目のノーヒットノーランであったよ。この試合により、両リーグにわたってのノーヒッター達成者となり、これはサイヤング、ジムバニング、ノーラン・ライアンに次ぐ、史上4人目の快挙であるよ。6月16日のブレイブス戦では、3回に日米通算2500奪三振を達成。前半戦を18試合の登板で、8勝4敗、防御率 3.83 で折り返し、7月20日のホワイトソックス戦で、2年ぶり5度目の10勝に到達したよ。そして2001年12月19日に、2年1375万ドルでフルスドジャースに復帰。2002年4月2日のジャイアンツ戦では、4回まで1安打に抑え、5回には2アウト満塁の場面で、新庄を迎えるが、新庄をセカンドゴロに抑え、ドジャース復帰後初勝利を挙げたよ。その後は打線と噛み合わなかったが、5月17日からは14勝1敗の活躍で、6月21日のレッドソックス戦で、メジャー通算1500奪三振を記録。また同年チームメイトだった石井とは四球数において、メジャー全体で1、2位を記録したよ。2003年は自身3年ぶりの、開幕投手に指名され、開幕戦となった3月31日のダイヤモンドバックス戦で、ランディ・ジョンソンと投げ合い、完封勝利。4月20日のジャイアンツ戦で、メジャー通算100勝を達成。前半戦を20試合の登板で、9勝8敗、防御率 2.97 の成績で折り返すよ。9月に右肩回線筋の炎症が見つかるも、故障者リスト入りはせずに療養し、14日に復帰。最終的に防御率はリーグ6位の 3.09、得点援護率がリーグワースト3位ながらも、リーグ5位の16勝を挙げ、チームメイトのショーン・グリーンが、うちにはブラウニーとエースが2人いる、と絶賛する活躍を見せたよ。そしてオフに、肩の内視鏡手術を受けたよ。2004年は、球団がオプションを行使して残留。前年に続いて開幕投手を務めるも、オフに受けた肩の手術からの回復が遅れて、球速が戻らず、2度の故障者リスト入りを挟み、4月17日から9月1日にかけて、自己ワーストの10連敗を喫したよ。2005年は当時、創設8年目のデビルレイズとマイナー契約。6月15日のブルワーズ戦で日米通算200勝を達成するが、7月26日に解雇。27日に、ヤンキースとマイナー契約を結んだよ。日米通算200勝を達成したことで、日本プロ野球名球会入りの権利を得たが、この時は、今は返事をする必要がないと思う、として態度を保留したよ。2006年3月3日に、ホワイトソックスとマイナー契約。4月17日に、3A 級のシャーロットの、先発として初登板したが、右肘の炎症を理由として、故障者リストに登録され、6月8日に契約解除。同月下旬には、右肘を手術したよ。リハビリに専念するため、どのチームにも所属していない状態が続いたよ。その後、リーガベネソラーナでベースボール、プロフェッショナルのレオネス・デル・カラカスに入団し、ベネズエラでのインターリーグへの参加が認められるよ。2008年1月4日に、ロイヤルズとマイナー契約を結ぶよ。手術した右肘への負担を軽減するため、トルネードの大きな特徴であった、ワインドアップモーションをやめ、セットポジションに投法を統一するよ。オープン戦で防御率は思わしくなかったものの、16イニングを投げ、16奪三振、四死球は4つにとどめるなど、比較的安定して三振が取れていると評価され、4月5日にメジャー昇格の後、同月10日、2005年7月15日以来1000日ぶりに、メジャーで登板したよ。しかしその後結果は残せず、4月20日に戦力外通告となったよ。5月11日には、楽天イーグルスが交渉意思を示すも、入団には至らなかったよ。
7月17日、共同通信のインタビューに対して、リタイアすることにした。プロ野球選手として、お客さんに見せるパフォーマンスは出せないと思うし、同じように思っている球団も多いと思う。自分の中ではまだまだやりたい気持ちが強いが、自分の気持ちだけで中途半端にしていても、周りに迷惑をかけるだけだと思った、とコメントして現役引退を表明。引退会見などは特に行わなかったよ。メジャーリーグでの大半を過ごしたドジャースを除く、29球団との試合で勝ち星を記録していたため、MLB 全30球団からの勝利が、達成間近での引退となったよ。帰国後の2008年11月12日から、3日間限定で、臨時コーチとして、オリックスの秋季キャンプに招かれたよ。2009年2月1日、オリックスのテクニカルアドバイザーに就任したが、同年オフ、月1回の試合観戦というノルマが、なされていなかったことと、大石監督の退任に伴い契約解除となったよ。3月10日、入会を保有していた、日本プロ野球名球会へ正式に入会したよ。2010年、2011年には、広島東洋カープの春季キャンプで、臨時コーチを担当。2011年11月には、ドジャースが2008年までキャンプ地として使用し、ドジャータウンと呼ばれた、フロリダ州ベロビーチのスポーツ施設の、共同オーナーに就任したよ。その一方で、毎年7月に開催される、日米親善少年野球大会では、2011年の大会から日本選抜の監督を務めているよ。監督として臨んだ同年の大会では、長谷川が監督を務めるオレンジカウンティ選抜と対戦。2012年には総監督として、長谷川が総監督、大塚が投手コーチを務めるアメリカ選抜と対戦したよ。2010年からは野球解説者としても活動。初めて解説を務めた、同年11月6日の日本シリーズ第6戦、中日対ロッテのテレビ中継では、ソウル五輪でバッテリーを組んだ古田と共演したよ。この試合は、日本シリーズ史上初となる、延長15回、史上最長の試合時間へ至った末に、2対2の引き分けで終了。中継終了の際には、古田と共に、お疲れ様でした、と声を掛け合ったよ。そして2011年からは、年に1試合のペースで、スーパーベースボール、トラバン主義の、セ・パ交流戦中継にゲスト解説者として出演しているよ。2013年に野球殿堂で、11月29日に競技者表彰候補に、名を連ねていることが発表され、2014年1月17日に秋山、佐々木と共に、競技者表彰者として殿堂入りしたことが、野球殿堂博物館より発表されたよ。表彰候補者入り1年目での野球殿堂入りは、イクトル・スタルヒン、王貞治に次いで史上3人目となったよ。2016年2月からパドレスのアドバイザーに就任。11月にアメリカのスポーティングニュース社が発表した、大リーグで最も重要な40人に、37位で選出され、日本人選手で唯一選ばれるよ。2017年3月21日の WBC 準決勝では、ドジャースタジアムで開催された、アメリカ対日本の試合前の始球式で、トミー・ラソーダと共に登場し、投球を披露したよ。2003年、日本の社会人野球チームが、次々に廃部となっていく現状に対し、野球を志す若者に、少しでも受け皿を作りたいという理由で、野茂の所属した新日鉄堺チームがあった、大阪府堺市で社会人野球クラブチーム、野茂ベースボールクラブを設立し、オーナーに就任したよ。2004年に、社会人野球の全国統括組織、日本野球連盟に加盟。2005年には結成2年目で、都市対抗野球大会に初出場し、全日本クラブ選手権では、クラブチーム日本一に輝いたよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、近鉄は惜しい選手を放出してしまったなと思ったね。名選手は必ずしも名監督にあらず、たとえ優秀な成績を残したとしても、それができたのは自分自身だったからのこと。監督や球団のうぬぼれが、野茂選手をメジャーへと向かわせた原因の一つでもあるだろうし、結果的にそれが野茂選手にとっていい選択になった。メジャーではかなりの球団を渡り歩いたり、当時まだ今みたいに日本人が進出していなかったことから、日本人初の記録を数多く保有することにもなったね。まあ、うぷ主からしたら、物心ついた時にはメジャーに行っていて、メジャーリーガーのイメージしかなかったから、日本のどこの球団に所属していたかすら知らなかったよ。時間が長くなってしまったので今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。